グランデュオ高田馬場クレスト新築物件です。 JR 山手線、東京メトロ東西線、西武新宿線の高田馬場駅徒歩10分です。左手に宅配ボックスとレターボックス、右手にオートロックがございます。こちらが入り口です。入っていきましょう。正面にはエレベーターがあります。本日紹介するお部屋は 1LDK、 賃料17万円、管理費9000円のお部屋です。なんと敷金礼金0円、 Wi-Fi 無料のお部屋です。入ると 12.1 畳のリビングダイニングキッチンが広がり、角部屋ということもありたくさん光が入ります。また白を基調としたお部屋ということもあり、明るくとても広く感じられますね。奥には 4.1 畳の寝室があります。クローゼットは身長155センチの私がすっぽり入るぐらいとても広々と使えます。続いてキッチンを見ていきましょう。シンクや作業台が広く確保されております。そのためたくさんの食材を置けますね。また三つ口コンロということもあり、料理の幅も広がります。後ろには収納棚もございます。続いて水回りを見ていきましょう。洗面台には大きな1枚の鏡があり、お化粧もヘアセットもバッチリですね。お風呂場は片面ダークブラウンの壁になっており、シャンプーやコンディショナーを置ける台もあります。また大きなシャワーヘッドもついております。洗面台の横にはタオルハンガーやタオルや洗剤を収納する棚がございます。もちろん洗濯機置き場の上にも収納スペースはございます。続いて玄関の方に戻り、トイレがございます。ペーパーホルダーやタオルハンガー、おしゃれですね。トイレの正面には珍しく収納もございます。玄関には全身鏡、たくさんの靴が入り、傘も収納できます。こんなにたくさん靴が入ったらいっぱい買っちゃいますね。以上、ID ホームの内見動画はいかがでしたか？たくさんのお問い合わせお待ちしております。本日はありがとうございました。 ID ホーム